ピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第1節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合が始まりました。ファーポスト。これはピンチ。中へ上げた。ジャンプ。これはコーナーキック。さあ、チャンス到来。ファーできた。ハイボールを競り合う。ドリブル。キラーパスになるのか。ほう、誰もいない。放り込む。シュート。最終ラインの押し上げが早い。スローイン。流れを止めた。前半戦終了です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。後半開始の笛です。いけいけドリブル。ナイスファイト。果敢にスライディング。主審笛を吹いた。
合わせた。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。ねじ込んだ。彼は本当に。これは危険だ。ピッチを駆け上がる。振り損ねた。流れを止めた。後半20分経過。選手交代が行われるのでしょうか。味方が探してますよ。フォローが遅いですね。放り込んできた。ここで折り返す。これはミスですね。ファーサイド、油断できません。さあ、どちらのボールになるのか。スローイン。スローインです。折り返した。ハイボールを競り合う。オフサイドの網にはかからない。スローインです。オフサイドはない。攻めきれない。これはファウルです。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。初戦を見事勝利で飾りました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックスの皆さん、ごきげんよう。